イタリアの小さな村、ここで命を守る。イタリアの中部トスカーナ地方、なだらかな平原が豊かさを物語っている。丘の上にぽっかりと佇む村はルネッサンスの宝石と謳われるピエンツァ。ローマ教皇ピウス2世のふるさとだ。ピウス2世の命で作られた大聖堂イボ神父、村のみんなに頼りにされながらずっとピエンツァで生きてきた。ルネッサンスの宝石ピエンツァ、ピエンツァを愛しそこに生きる人たちの物語をお聞かせしよう。さて、どんな宝石が見つかるだろう。なだらかな渓谷の連なるトスカーナ地方、中でもオルチャタニ渓谷のあたりは世界で一番美しい田舎と言われる。その雄大なパノラマを望む丘の上が今日の舞台だ。ピエンツァ、ルネッサンスの宝石。ここはローマ教皇ピウス2世の命によってルネッサンス期に大きく作り変えられた村だ。教皇の都市計画によってまず最初に作られたのがこの大聖堂だ。信仰深い村の人たちにとってここは暮らしの中で欠かせない場所。ルネッサンスを代表する建築家ロベルト・ロッセリニが教皇の目を受け、たった3年で作り上げた。ここでミサを仕切るのは教会の副司祭イボ神父だ。もう40年余りこうして朝晩のミサを執り行ってきた。村の中心ピウス2世広場、広場に面してバールがある。バールなのに名前は郵便局だ。常連の一人がやってきた。この村の顔ともいえる人物イボ神父だ。聖なる仕事を終えて俗世に戻ってコーヒーを一杯。イボ神父の日課は新聞をまず読むこと。お説教の参考にでもするのだろうか。バールの店主とのスポーツ談義も朝の習慣だ。ほとんどの村人が神父には生まれた時から世話になっている。店主のミケーレも結婚式をイボ神父に挙げてもらった。È un abitué, diciamo, quante volte al giorno dici?
5, 6, 7, sempre, tutti i giorni. 6 giorni su 7, da sempre. Viene la mattina, prende il caffè, compra il giornale, fa due chiacchiere con gli amici, poi va a dire la messa, poi ritorna. Però non lo chiama Don Ivo, lo chiama Tato. Vabbè, Tato è una forma confidenziale, così, insomma. Che... Tu ci sta di casa e di bottega. Don Ivo è, diciamo, la colonna portante di Pienza, perché la vita che sta a Pienza, si è conosciuti tutti. Io sono già grandissima, quindi, e lo conosco da quando ero bambina, quindi un cappuccino, scusate, un cappuccino e un caffè latte. Murabito ni totte Ivo Shinpu wa Pienza no mura sono mono da. Shinpu wa yu, watashi wa tada 長く生きた80の男だ。それだけのことだよ。なかなか控えめだ。夕方6時の鐘が鳴ると、それを合図に伊保神父は席を立ち、大聖堂に向かう。6時半からのミサをあげるためだ。バールから大聖堂への出勤、俗世から聖なる世界へ、ずっと変わらない習慣だ。この近くの村で生まれ育ったイボ神父は15歳でピエンザの進学校へ入学した。まだ戦争前のことだ。若い頃はシエナとフィレンツェで進学や文学を学び、40年前再びここピエンザの副司祭になったのだ。この大聖堂はイボ神父の家だ。人生の大半を過ごしてきた。大聖堂を紹介したついでに、その脇の建物を紹介しよう。ピウス2世の夏の邸宅、ピッコロミニ宮殿だ。ある詩人はピエンザをこう例えた。教皇ピウス2世の愛と美への夢から生まれた村と。この村に生まれたピウス2世はローマ教皇となると、中世まではコルシニアーノと呼ばれたこの村をルネッサンスのモデル都市にしようと考えた。人間と芸術、自然が調和した村を自らの手で作ろうとしたのだ。村はピウス2世の村、すなわちピエンツァと名を改め、今に引き継がれている。ピエンツァが生まれる前、ここはコルシニアーノという村だった。当時の面影が丘の麓に残っている。ここは12世紀頃作られた地元の農民たちの素朴な祈りの場だ。村に大聖堂ができてからも農民たちはここで祈りを捧げていたのだ。午後、バール郵便局。やっぱりいる。イボ神父だ。大好きなマルティーニを飲みながら村人と
たわいないおしゃべり。今はもう年金暮らしだが、ここはふるさとよりも愛する場所になった。